はい。制作会議のご報告であります。本日の案件は2つ。1つはいわゆる財政健全化責任法であります。この法律は改めて、修正を加えまして参議院に提出をいたしたいと考えております。この後本日政策会議を通りましたのでシャドウキャビネット総務会の議を経て、正式に決定をすることになります。これは年次がずれますので、所要の改正を行っております。またよく政府の側からですね、議員による協議、超党派による協議ということが言われるわけであります。これは修正する前の法案でもそうでございましたが、この法律第9条の第2項におきまして、措置が講ぜられるにあたっては政府により作成された当該措置にかかる素案について党派を超えた国会議員により構成される会議を設置しというような条文に相なっております。措置を講ぜねばならないということを政府に課しておるわけでございますが、党派を超えた国会議員により構成される会議、これが超党派の協議ということで政府が呼びかけられているものでございますけれども、何をやるかといいますと、この法律におきましては政府により作成された当該措置に関する案についてということにありなっているわけでございます。政府は案を作らないとこの協議始まりませんぜということでありまして、案を作る段階から超党派で議論をしたいなどということを言ってはなりませんということが謳ってあるということでございます。その他所要の改正を含めておりますが、シャドウキャビネット総務会が通りました後に、正式にご説明をさせていただきたいと思っております。いずれにしても党内手続きを急ぎまして、なるべく早期に、国会に提出いたしたいとかように考えておるところでございます。もう一つはかねてから実施をいたし、1月末日で締め切りました政策アンケート、いわゆる一人一法案についてでございます。これの報告が赤澤部会長の方から、失礼、赤澤政権公約、作成事務局長の方からございました。都合471の政策が出ております。471政策、これは法律案を詳細に伴ったものもございますし、法律案概要の段階のものもございます。あるいはこういうような法律を作りたいという法律案で言えば目的だけ書いてあるものもございます。それはいろいろと段階といいますか、それに差はございますが、トータルで471、衆議院からは262の政策が、参議院からは194の政策が出ております。ちなみに、我が党所属衆議院議員は、所属衆議院議員は副議長を除きまして116名、参議院は副議長を除きまして83名でございます。衆議院で262、参議院で194、その他支部長ですね、選挙区支部長、これから15出ております。合わせまして471、提出をいただきました方の数は147ということでございます。衆議院参議院とも大多数の方に、提出をいただきました。これはこれから各省庁別に分けまして、各部会ごとに精査をいたしてまいります。これを我が党として議員立法として本国会に提出をいたしますもの、あるいは総選挙におきまして法律カタログという形で出したいと思っておりますが、我が党がまだこの国会には提出はできないけれども、
今度衆議院の任期をいただけば、当然政府として出したいものとして、掲げたいというふうに考えているところでございます。これの作業を今急いでおるところでございまして、先般総裁からご指示がございましたように、3月末をめどとして公約を作りなさいということであります。ただ合わせまして国家戦略本部で今議論を出しておりますので、そこから出てくるものもまたあろうかと思います。3月末ということをよく念頭に置きながら作業を進めてまいりたいと思っているところでございます。私からは以上です。質問をされましたらどうぞ。一人一本案なんですけど、例えばこういうものがあったというのをちょっと皆さん紹介していただければありがとうございます。これはまだ精査の最中ですので、ただ事務局長の報告によればですね、こんな素晴らしい法があったのかというのがいくつもあるというふうに報告しておりまして、ちょっとジャンル別に分けまして、なるべく早くこれは本当にやりたいねと、まあ、みんなやりたいんですけれども、特にその有権者に訴えるねというものを発表いたしたいと思っております。ただ先ほど申し上げましたように、部会の検討を経ますので、あまり今の段階からこんなものが出てますということを全部明らかにすることはできないということでご了承賜りたいと存じます。なるべく早くこんなものが出てますよということをそれぞれの分野別にお示しをいたしたいと思っております。すみません、関連でもちろん関連で今、定数人数147人って言ってますが、結局1人一法案全議員とか達成されたんでしょうか。達成されなければまた延長追加延長とかに、はい、一番多い方は、19本出した方がありました。10本って方もありました。よって、議員の数は上回っておるわけでございますが、先ほど申し上げましたように全員の方にお出しをいただいたわけではございません。衆議院では約 63% の方に、参議院では 80% の方に出していただいているという報告を受けております。出されなかった方は今なお自分の中で精査中なのかもしれませんし、いろんな予定が重なって、出したくても出せなかったという方も当然あろうかと思っております。もう1月末で締め切りましたので、以後一切受け付けませんなどということをするつもりはございません。今後も公約を作りますまで受け付けてまいりますが、選挙はいつで決まったわけではございませんので、いついつが第2締め切り第3締め切りというつもりはございません。ただ私どもとして、とにかく早期の解散総選挙ということを唱えております。以上、今年中に出しますみたいな話をされても困るのでございまして、なるべく早く出してくださいねと、各部会の精査もございますのでということはもう一度徹底してまいりたいと思っております。もう締め切り済んじゃったからもういいよというようなことにはありなりません。財源法の関係ですけれども、情報が協議について、そのについて協議する、はい、これ、文言としては、修正前の処理、そうです、そうでございます。はい、今回、文言として、変わった点とか、加えられた人は、具体的に、これの正式に決まってからご説明を申し上げますが、例えて申し上げますとですね、この条文の、第7条でございます。どういうような条文かと申しますと、旧第176回すなわち前回の国会に提出いたしました法律案では、予算作成における遵守事項といたしまして第7条、政府は財政健全化期間における各年度の予算の作成にあたっては財政健全化目標および財政健全化中期計画との整合性の確保を図るものとするいうことになっておりました。確保を図るということになっておりましたが、新しい法律案では整合性を確保する、まあ一緒じゃないかと言われますが、確保を図るよりは確保するという方がより強調されることになるだろう
ということ。もう一つは、第2項におきまして、政府は財政健全化機関における各年度の予算の作成にあたって新たに予算を伴う施策を実施しようとするときは、これ9本を読んでおります。原則として当該施策の実施に要すると見込まれる経費の額を上回る額の財源を安定的に確保するものです。政府は財政健全化機関における各年度の予算の作成にあたって新たに予算を伴う施策を実施しようとするときは、原則として当該施策の実施に要すると見込まれる経費の額を上回る額の財源を安定的に確保する。フェアズ号ですが、ここに原則としてという言葉が入っておりました。何が原則で何が例外だということがはっきりいたしておりません。でこの原則としてというのはかなり恣意的に使われるということもございますので、そのことを避けますために、新しい法律案ではこの原則としてという言葉を落としております。実施しようとするときは当該施策の実施に要すると見込まれる経費の額を上回る額の財源を安定的に確保するものということで、原則例外ということを排したということが文言の上では異なるものでございます。日本農業新聞の藤井と申します。TPP についてまあ、先般の代表質問でもちょっと質問されておりましたが、ちょっと再確認の意味を含めて、2点お伺いしたいんですが、一つは菅総理が施政方針演説で呼びかけたですね、TPP についてのやる超党派の協議についての考え、がまず1点で、2つ目は政調会長が自ら会長されている TPP の対応検討会、これで一応3月までに、まあ、単純に賛成反対っていうそういう単純な議論ではないと思うんですが、自民党として対応方針を何らかの形でまとめるかどうかっていう、この2点について改めて確認をします。もう超党派の協議というものを頭から否定するつもりは私はございません。でしかしながら外交交渉に臨むにあたってですね、外交権は内閣総理大臣を長といたします合議体たる内閣が持っておるものでございます。でこのことについても一緒にやろうよということは一体どういうことなんだと、で政府としてこうであるということがないままにですね、昨日の質疑でも何を言ってるか全然わからない話でございます。一体6月に何を決めるんだと、でその今情報収集をしていると、6月に参加をすることを決めると、でそれから交渉を始める、ルール作りが気に入らないのでやっぱりやめたということはあるのかないのかということも全然わからない。でアメリカ議会は行政府から議会に対して90日の猶予を取って通告しなければならない、それまでのいろんな作業を考えると4ヶ月前には参加すると言わなきゃいかんのだろう。でそうすると一体こんなことで間に合うのと、まして6月にですね農業に対する何が決まるかって基本的な方針決まるでしょ、はい、でそれが具体的なことをするからやるんでしょ、でそれで気に入らないからやめたってことがありうるのかそれは分かりません。つまり政府の方針が何ら分からないままですね、そういうことについて超党派だということは常にこう責任を持っている政府与党が考え方をまとめないままに、私どもが国民の皆様方に、ね、必ずしもいいことばかりではないことの責任を負いたくないと言っているのではありません。ただ政府としてどうなのだということがわからないままにですね、最初から超党派というものを呼びかけるのはかなり不見識ではないかというふうに思っています。そういうことを呼びかけるのであればもっとちゃんとした答弁をしてもらいたいということが一つございます。もう一つは3月までに何を決めるのだということでございますが、まだ議論の途上でございますので確たることは申し上げられません。でこの議論をするにあたってですね、例えば日本農業新聞がお書きになっておられることと日本経済新聞が書いておられることは全然違うのでありましてですね、別に日経に限らず産経でも大体その一般紙はほら早く参加しようという感じであります。でですね、私はその質問するにあたってもう大体出ておる文献というものを全部読んでみましたが、交わるところがないんですよ、全然交わらない。だからその TPP 反対の大義って本がありましてね、はい、レアブックレットみたいなものですか、
で、アルガムとタミがこんなものに参加したらえらいことになるぞという話だし、片っぽは参加しないとえらいことになるぞという話で、交わるところがない議論というのは、実にその、なんて言うんだろう、その自分の立場、もちろんそれぞれいろんな立場を抱えておられるわけですが、そこの人たちに向けてですね、言っているのではなかろうかと、本当に広く国民に向けて呼びかけているということではないのではなかろうかという懸念を持つものでございます。決めつけるものではありませんが、で、我が党としてとにかく政府に対して今のように情報提供しないままでですね決めましたというようなことがあってはならないと、この民主党政府においてこのままの状態で TPP についての取り組みということをやらせることがあってはならないということは一致をいたしております。政府に対してあるいは私どもとしていろんな情報を得た上でですねきちんと議論をして決めたい、私は今私の立場でですね何月まで何を決めるということは申し上げる立場におりません。逃げるわけではありませんが、まずきちんとした情報を提供するということ、そして党内における議論でですねなるべく交わるようにしていきたいと思っています。反対は反対派の方ばっかりお集まりになって反対の議論をしですね、賛成は賛成の方ばっかり集まって賛成の議論をしても、その時だけ盛り上がってもちょっともその議論を修練させることになりませんので、 TPP 委員会の運営はそのことを考えてまいりたいと思っております。要するに何がプラス何がマイナスだか分かんないんですよ。誰いらっしゃいますか。大使代理が来られましたので、健全化保護者ですね。別件だけ別件というか、経済社会保障の一般教授に関連してですが、政府の方は社会保障の改革案を必要財源とともに4月に出すというふうに言ってますが、出す時期なんですけれども、統一地方選挙の開票日である、10日であるとか24日であるとか、それよりも前に示すべきだと思われますか。それ明日でも出すべきじゃないんですか。それはなんでそういう4月とかですね、そういうこと言うのですか。だからその世に火を継いで徹夜してでもやりゃいいじゃないですか。そのために与謝野さんが入ってるわけでしょうが、でそれは、ね、あまりに無責任なのではありませんか。その4月っていうのがどういう意味を持つのか私はよく分かりません。で少なくとも23年の予算になるものがですね、で衆議院は取ってるでしょう。参議院がどういうことになってるか知りませんが、普通に考えれば取ってるということじゃないんでしょうか。でそれから出すということとですね、先ほど来お話しておる財政健全化責任法とどういうような関係を頭に描いておられるのか私によくわからない。でその民主党の国対委員長はですね財政健全化に極めて前向きなお話をしておられるが、中身を知っててそうおっしゃっておられるのか、これと予算、そして社会保障と税の一体改革、これとどういう関係で立つのか誰も説明してくれない。今申し上げられるのはとにかく一日も早く出せ、そうでなければこの財政健全化責任法に対する対応も決まらないはずだということ、そのことだけは申し上げられると思っております。そんな時間はないわけじゃないでしょう。もっと真面目にやってもらえない。選挙の後にその消費税がどのくらい上がりそうだって出すのは、それはそれでやりたけやればいいじゃないですか、ね、私たちは 10% ということを掲げて参議院選挙で国民に審判をいただいているわけでございます。でそれからですねもう何ヶ月経ったと思ってるんですかということなのですよ。で統一地方選挙ではですねそれぞれがみんな勝手なことを言ってですね、でそれは地方選挙だからいいんだと、でそれで統一地方選挙終わってからこうなんだということはですね結局その先延ばしでしかないでしょう。でその時には統一地方選挙の時はこう言ったじゃないかああ言ったじゃないかということですね。それがまた足かせになるわけですよ。それが責任ある与党のやることですか。その自覚が全然足りないということだと思いますがね。はい、世界日本の早川と申します、はい、来週の月曜日が北方領土の日なんですけれども、それで昨日も昨年の11月からメドベージェフさんが国後ですとか
それからロシアの、まあ、政府高官が相次いで訪問をしてますし、昨日もまた地域担当開発省がですね、記者会見をして、まあ、ロシア領、あの北方領土をロシア領として開発していると、まあ、いうふうに会見されておりました。でそれに対して民主党政権の方はですね、まあ、遺憾であると、まあ、いうようなことを繰り返すだけで、どん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 このロシアの方にですね、首都と呼ばれていくような、まあ、そういう形になっているんですけど、まあ、それで質問の一つは、まあ、そういう民主党の外交姿勢についてどういうふうに考えたということが一つと、それから岡田幹事長とそれから前原外相に聞いてみたんですけども、北方領土は不法占拠なのかという質問をしますと、明確に答えないです。で岡田さんに聞いたときは、外交交渉なので相手側の嫌がることは言わないんだと、まあ、いうお答えだったんですけれども、政調会長は不法占拠であるということでよろしいんでしょうか。講談からお答えすると不法占拠に決まってます、はい、それは、ね、ましてやサンフランシスコ条約との関係をどう考えるかということ、あるいはソビエトが参戦した時期を考えますとね、これは合法的ということはどこからも出てこないお話でございます。だから不法占拠ということは決まっておるわけであってですね、でその相手の嫌がることを言わないのであれば、それは交渉にも何もなりません。相手の嫌がることなんか言わないといえばですね、それは日本は日本人だけのものではないとかできればいいわけでありますが、それは主権国家としての認識を書いたものであって、全く正しくない態度だと思っております。だからこれをですね、民主党がまさしくその、代表選挙を昨年明け暮れておるときに、メドベージェフが北京を訪れて、で胡錦涛と会談をしている。でそこにおいていろんな文書が出ているけれども、戦後の歴史認識あるいは領土の問題、このことについて中ロ両国は認識の一致を見たという文書が出ているはずでございます。でそれに対して何を言ったかということ、私は過分にして存じません。で代表選挙がお忙しかったのだろうと思っておりますが、中ロがこのことについて共同歩調を取っているということと、起こっている一連のことは無関係であると考えるべきではありません。で私たちとしてこのロシアメドベージェフ大統領が北方領土に初めて、ソ連時代から誰も行ったことがない、でこれをどのように重く受け止めるかということでありまして、大使がけしからんと言ってですね、更迭するだろう何だろうかんだろう言ってますが、それは大使から聞かなきゃ分からんのかというお話でございます。それはもう見ていれば何が起こっているのかということは分かるはずなのであってですね、それはもう官僚がちゃんと情報を上げなかったからけしからんのだというのは、それは対応としていかがなものかと思います。遺憾の意を表するではなくて、そこは大使を呼び断固抗議をし、大使召喚とかですね、そういうことも含めて毅然たる対処をすべきだというふうに考えております。ただし不法占拠とかなんとかいうことをですね、いつどの時期でどのように言うかということは不法占拠であると決まってるんですけど、どの時期に誰がどのような場所で言うかということは、そこは外交の交渉技術というものだと思っております。正しいことさえ言っていれば世の中もあるんであれば、世の中に外交交渉というものは必要ございません。